こんにちは、バロントです。今回はマーベルヒーローのレガシーを一気にご紹介します。まず破損のレガシーから。雷の神レガシーの獲得条件破損の覚醒チャレンジをクリアすることです。この、ハンマーの振り、レガシーですが、層のツルハシで撃破してゲットします。モジュールにアストライクで敵を撃破すると、何時を撃つ、がもらえます。私は通常マッチでレジェンド武器をゲットして、能力を使ってこのレガシーを獲得しました。次に、ディスオーダーリー、コンダクト、の条件は、C、ハルクの覚醒チャレンジをクリアすることです。ちなみに覚醒チャレンジではないですが、C、ハルクとしてマッチに勝利すると、弁論終了よ、レガシーがゲットできます。次に、意義あり、の条件は、C、ハルクのフィストで敵を撃破することです。次に C、ハルクのレガシー4つ目のご紹介。スマッシュの条件はシーハルクのフィストで敵の建築を80破壊することです。グルートは1つの同じレガシーを3回取得できます。これで1つ目の、私はグルート、レガシー獲得です。2つ目はプレイ中にグルートを探さなくてはいけません。プレイ中にグルートを見つけたらツルハシでダメージを与えます。これで2つ目の、私はグルート、レガシー獲得です。仲間を 2000HP 回復すると、3つ目が獲得できます。これは2試合で合計2000回復しないといけないと言われています。次に、女王、女神、空の支配者の条件は、ストームの覚醒チャレンジをクリアすることです。フォースオブネイチャーレガシー派、ストームとしてストームの中の敵を撃破すると獲得することができます。続いて派、ストームのミシック武器を使用して獲得することができるレガシーです。ウィンドライダーレガシー派、ストームのワールウィンドブラストを75人の敵に当てることで獲得することができます。ドクターブームのレガシー派合計で4つあります。ブームに敵なし、の条件は、ブームの覚醒チャレンジをクリアすることです。この、ブームに怯えよ。ハルケインガントレットで4体の敵を撃破するとクリア。ここに立てる派ブームの2、派、ミスティカルボム、で敵の建築物を62破壊するとクリア。次派エモートが必要になります。ブーム派好きなように振る舞うのレガシー派、ドクターブームとして、バトルコール、を使用することでゲットします。次派ミスティック、パーフェクション、のレガシーは、ミスティークの覚醒チャレンジをクリアが条件です。5、アイデンティティ、セフト、は16回姿を変えたらクリアできます。ミスティークのスキンで行いましょう。続いてはアイアンマン。スーツアップ、の条件は、アイアンマンの覚醒チャレンジをクリアすることです。続いて、アーマーウォーズの条件はアイアンマンとしてスターク社のロボットを87体撃破です。ルースキャノン、は、アイアンマンのユニビームを使って1試合で敵の建築を20個破壊することが条件です。アイアンハンドの圧倒、は、アイアンマンのガントレットを使って合計で63体撃破壊することが条件です。私はマーベル LTM ではなく、通常マッチで行いました。ウルブアリンが一番多くて、スニークとハウルブアリンの覚醒チャレンジをクリアするとゲット。ウルブアリンのレガシー派、全部で6つあります。
獲得するの時間がかかるものもありました。クレイブン・ザ・ハンター派ウルブアリンを倒すことで獲得することができます。次はウルブアリンのミシック武器を使って獲得するレガシーです。この、おい、その程度か。ハウルバリンクローで敵を撃破することが条件です。次はウルブアリンのクローでたくさん敵を倒すことになります。俺にかなうやつは、イネーレガシー派1回のマッチでウルブアリンとして敵を10人撃破するともらえます。次のレガシーも、獲得するにはウルブアリンのクローが必要です。サベージスラッシュレガシー派1回のマッチでウルブアリンのクローで4体の敵を撃破することが条件です。最後にバーサーカーバレッジレガシー派ウルブアリンのクローで敵の建築物を180破壊することが獲得条件です。個人的に一番時間がかかりました。獲得している人派あまりいないかもしれませんね。続いて、俺たちはグエノムだ、の条件はグエノムの能力で敵をつかむことです。今はマーベルエルティテムで獲得できますね。次はブラックパンサーの唯一獲得できるレガシーです。グローリープーバスト派ブラックパンサーのキネティックアーマーで1966のダメージを与えると獲得することができます。早くブラックパンサーのスキンが登場して、キネティックアーマーを使ってみたいもんです。次はキャプテンアメリカのレガシーのご紹介です。そうしないと死んでしまうんだ。バッキー派キャプテンアメリカとしてシールドアイテムを食べたら獲得することができます。次のレガシーにはスナイパーライフルが必要です。デイウォーカーのレガシー派ブレードとして敵を狙撃したら獲得することができます。次は最近獲得することができるようになったレガシー地獄のドライブ派ゴーストライダーとして乗り物を運転したらゲットします。シルバーサーバーは2種類あるようで、我がボードよ、ここへ。の条件は、シルバーサーバーのボードを48回使用することです。次が最後にご紹介するレガシーで、私は最近シルバーサーバーが再販されたので獲得することができました。まずはゴージャーと一緒にいる、キャラザーを手に入れます。キャラザーを手に入れたら、武器などを持ち替えずに、敵を探します。シルバーサーファーとして、キャラザーを使って敵を撃破すると、パワーコズミックレガシーを獲得することができます。これで以上になります。この動画がいいなと思えたら、チャンネル登録、高評価してもらえると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。